ね、何やねん。巡り巡って巡る恋っていうもん。へえ。いや、悪い。邪魔してない。いや、人がさ、こんな時間に教師が珍しくてさ。何回も読んでるから別に。へえ。何回も読んでるの？これしか読むのがないんだよ。てかお前、大丈夫そう？え、何が？さっきからずっと思い詰めてるような顔してるけど、悩み事でもあるんでしょ？いやなんだよ、お前な、悩み事っていうのはな、人に相談するのが一番なんだぜ。一人で考えてもな、うじうじするだけなんだよ。いや実はさ、ちょっと前から俺にすげえよくしてくれる人がいてさ、俺が困ってたら助けてくれたり、俺のためにすげえ動いてくれる人なんだよ。ほう、そいつはいいやつだな。その人が俺のために何かしてあげたいんだけど、どうしたらいいのか分かんなくて。なんだよ、そんなことで悩んだんだよ。そんなことってなんだよ、俺にとっちゃすっげえ一大事なんだよ。そういう時やることは一つだ。なんだよ。プレゼントだ。プレゼントってのはな、自分の感謝を相手に伝える一番手っ取り早いんだよ。おー、プレゼントか。でも、何をあげればいいんだよ。そりゃあ、お相手さんの好きなもの。お前、なんか好きな食べ物とかじゃねえの？好きな食べ物か。あ、そういえば甘いもの好きって言ってたかも。うん、甘いもんか。ああ、よし、そうと決まれば。ちょ、おい、どこ行くんだよ。